はい、皆さんこんにちは、 MG でございます。本日はですね、久しぶりに六つ子の中の誰かが女体化、おそ松さんということでですね、この女体化のシリーズは今のところカラマツ、ジュシマツ、チョロマツのですね3人やってまいりましたので、今日はそれ以外の誰かが出るといいと思いますね。ということで、それ以外の誰かっていうのがですね、実はこれテイク5でしてもうね、何回もやってるんですよ。もう本当にもうね、辛い。やっぱね、出ないっていうのは辛いんですよ。これぜひですね、出し方知ってる方、ツイッターかまあ、YouTube のコメントで教えてください。じゃあ早速やっていきましょう。あー、暇だな。これですね、ノベルちゃんっていうところでできます。上に URL 書いてあるんで、ぜひぜひやってみてください。てんてんてん、からまつもてんてんてん、いちまつてんてんてん。あー、もうねえ、暇じゃない。何かしね。そうだな、何かすると言っても何をするんだ。このゲームですね、なんて言うんでしょう、おそ松さんのゲームいろいろ実況してる人いるかと思うんですけど、僕ですね、すごく無駄話が多いですめちゃめちゃ多いです。ね、本当におそ松さん好きな人は多分無駄話めちゃめちゃすると思うだっておそ松さん好きだもん。ちょろまつ働けよ、うるさいなあ。で、ここで何すっかな。てか、十四松は多分野球じゃない。もう一松さ、もう本当お願い、出てきて頼むから一松。そっか、野球か。あー、マジ暇。働け、とりあえずうるさい。ほら、このドラえもんスターメン。おお。で、ただいまスロー、おかえり、ジュシマツ。おかえりって何度お前言ったら、玄関早く開けて治るんだよ。おかえり、ジュシマツ兄さん。お、おかえり、マイブラザー。おかえり。おかえり。あー、いいな。今まで、カラマツ、ジュシマツ、チョロマツですね。3人やってきてるんで、今日は、それ以外の誰かが本当に出てほしい。もうこれ出なかったらもう今日はね、撮影しないということで、今回やるゲームのですね、くだりは、このレンタル彼女の時の薬を使うらしいです。美少女になれるっていう？そうだよ、だからみんなでゲームをしない？は？ゲーム？ルールを説明するね。まず、一つのコップに水を入れて、その中にこの薬を入れて溶かすの。で、それで何も溶けてない普通の水が入ったコップを5個用意して、薬が溶けたコップとシャッフルして分かんないようにします。まあ、要はですね、コップが6個並んであって、うち1人がハズレです。で、それ飲んだ人が女体化するよっていうだけなので、もう一松に黙って飲んでほしいもうね、裏でなんかこう、いや一松あそこ入ってるからみたいなやつでもうね、飲ましてほしい、本当に。で、1人ずつ飲んで、つまりこの中の誰かが女の子になるってことね。分かった？おそ松、なるほど、なかなか面白そうじゃんか。クヒ、そうだね、不費。あー、もう早く一松一松飲んで、本当に。お、始まるぞ。はい、ここですね、なんかコップをシャッフルするのか飲む場所を決めるのかいまいちわからないんですが、ぜひ知ってる方はコメントかツイッターで教えてください。よし、やっていこう。じゃ、下と上だけでやってみる。下、上、上、下。お、あ、終わった。嘘、4回。よし、シャッフルしたな。じゃあ飲むぞ、せーの。おお、来るぞ。誰だ？チョロマツ。お、違う、ゲホゲホ。だ、誰だ？僕じゃない。カラマツ。お、俺も違う。何？あと、ジューシマツが違うって言えばですね、僕の動画シリーズ違う本になると思います。トドマツ、僕じゃない。あ、一松来る。ジューシマツ、俺も違う。はあ、お、一松違う。今回、長男来たー。よほー。やばい。なぜおそ松は女体化してもこんなにいいんだ？なぜ女体化してもこんなにいいんだ？なんてことだ？大変だぞ。やばいぞ。興奮してきた。かわいいだと？やーばー、よかったこれ。おー、鏡見たけどかわいいな。やべえ。え、おそ松兄さんなんだよね。やばい。そうだよ、トッティ。ミラクルかわいい声最高ですわ。今回やばいわ。今回マジでやばい。今回本当にやばい。いやー、よかった。今回実況頑張ってよかった、本当に。ぐはー、もう大好き。おそ松さん大好き。もう本当におそ松さんっていうね、コンテンツ最強だよ。最高だよ。もう大好きだよ。本当、みんな好き。僕大好き。わあ、大出血だね。みんな、トッティ死んだよMG も死んだ。ってことは体も女の子。グヒヒ。ちょ服脱がないでよ。ダメだよ、脱いだら。やめ、ダメ、本当にやめて。 YouTube だからこれ、シャッターチャンス。僕一松になら取られていい。脱ぐ。おい、こら、何チョロマツくんったら。本当は自分が一番見たいくせに素直じゃないんだから。おふー、あー、やばいね。みんな、チョロマツ兄さんが死んだよあー、やばいよ。ふ、おい、おそ松。いや、今はカラマツガールだな。俺と一緒に夜明けの牛夜明けの牛にはやめてくれ。何も言いたくない。しれ、毒され童貞ニート野郎、痛い痛い病が。痛い痛い病って
痛いの痛いの飛んで消したら飛ぶやつ、わかんないね。みんな、カラマツ兄さん死んだ。はあ、邪魔者は消えた。おそ松兄さん、今兄弟とかそういうの関係ないから、おそ松兄さんで童貞卒業してもいい？いや、俺が最初に卒業する。うーん、どういうことだ。哲学だな、哲学だな。女の子で、はあ、はあ、どうやってどうするか。あ、もう準備できてんの。え、準備できてるの。ええ、キャン、いや、一松くん、もういいじゃん。え、一松ならさ、よくない？みんなですね、まあ皆さん、むつごの中で、好きな松はいると思います。でもですね、僕はなんか、好きな松同士で、なんか、ネット上でですね、争ってるのを一回見ちゃって、すごく悲しかったです、正直。だって、せっかくおそ松さんっていうのが好きで、その中の誰々が好きっていうんだったら、好き、なんか、仲良くした方がいいんじゃないかなって、僕は仲良くしたいな、むしろ。なんかその方がいい。なんか楽しめるおそ松さんっていうのはもういい。いいぞ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 。一松兄さん死んだよ。まずお風呂に入るか。あ、そうだね、入ってみよう。ゲスの極みだね。やめてくれ。それはやめてくれ。ない方ないだろ。あ、じゃあ十島津くんも一緒にお風呂入る。入る入る、やったー。よーし、服脱ぐぞ。やめて、マジやめてくれ、やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ。はっ、あー、元に戻った。そうなんだ、洋服脱ぐと元に戻るんだ。いいこと知った。あとはやめてくれ。 アニマルビデオでのお楽しみだね。だな。おそ松、十四松、プレイありがとうございました。おまけ見る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 、もちろん見る、もちろん見る。はあ、いやー、それにしても最高だ。美少女、ちょっとお願いしたらみんな何でもしてくれるし。そんな下水よ、おそ松兄さん。今は、今違うな、今のおそ松は私のお姉ちゃんって呼んでね。おそ松お姉ちゃん、僕も入れて。やばい、これやばい。はっはっ、僕のライバルトトコじゃないか。ぜひですね、僕のライバル知らない方は、ウプ主と、ムツゴの誰かが、恋愛するかな。結構ですね、一松編で、とりあえずムツゴ全員分はやったので、詳しく見たい方、ぜひご覧ください。みんな、トトコちゃん言いたいことがあって。何よトトコちゃん、やめてよね、そういうの。トトコライブやるからまたみんな来てくれるよね。行くに決まってるよ。ありがとうって言いたいとこだけど。え、ねえ、この人誰。あ、ごめんなさい。おそ松兄さんです。さっきね、見ちゃったの、あなたたちがこの女にデレッデレしてるところ。いいじゃないか。なーにーなーに、あっ、私以外の女にデレデレ、いやー、してない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 。トトコちゃん、そう、落ち着いて。トトコちゃん、一回落ち着こう。許しておくれよ。セーフ。あー、はい、あー、ちょ、やめて、やめて、ちょ、やめて、ちょ、ロマツ兄さん、やばい、やばい、必殺のボディブロー、いまだ健在。かっこいいね、かっこいい。死ねー、痛い、やめて、やめて。ちょ、そう、トトコちゃん、そう、トトコちゃん、ちょ、待ってね、ちょ、トトコちゃん、待ってね。てめえ、黙ってろ、ごめんなさい。アバロボね。あっ、さあ、誰から始末しようかな。あ、そう、落ち着いて、ハニー。うわぁ、あー、もういいか、よく聞け。はい、聞きます。お前らは私だけの可愛いと思ってる場合に。はい、聞きます。超絶可愛いよ、トトコちゃん。終わったってことで、皆様、本日も最後までご視聴ありがとうございました。今回やばいね、今回神回だね。もう長男やばいわ、もうやばい。変な汗かきました。お風呂入ったのに変な汗かいたんで、僕はお風呂に入っていきます。よし、じゃあみんな、おそ松さん好き、僕とも仲良くしようということで、仲良くするって何するのかよくわかんないけど、ぜひですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。あー、やばいわ、やばい。何がいいってね、もうね、どの松が出てきても楽しめるっていうのはやっぱいいですよね。いやー、すごい、ほんと楽しめる、これ。あー、よかった。ぜひ一松出るまで頑張ってやりたいなと思います。いやー、皆さん、本日もありがとうございました。あとですね、残り数十秒くらいになるかと思いますが、ぜひぜひですね、最後まで、いや、最後まで見なくてもいいや。時間ない方はここでグッドボタンを押して登録して、バイバイということで、何話そっか最後。この前、夢の国に行った話でもする？楽しかったよということで、ちゃんとエンディングは最後まで流したいと思います。いやー、よかった、今回最高でした、本当に。あー、もうまたやりたいな、また。
おそ松さんのゲーム実況したいですね。あー面白かった、幸せだった今回も。てかさ、これエンディング最後まで見る？もうぶっちゃけニーズないよね。じゃあもうそろそろ終わりましょうか。ミュージックもですね、こんな方々がやられてますということで、詳しいことは他の動画ご覧ください。ということで皆さん、バイバイ。 MG でした。